こんにちは。ということで今日ご紹介するのはジオスミストラルディスクハイドロリックシマノホイールというですね、大変長い名前のクロスバイクとなっております。もう泣く子も黙るジオスブルー、しかもシマノさんのパーツに徹底的にこだわっているということで、もう本当に人気のあるクロスバイクの油圧ディスクバージョン、これまた今市場でめっちゃ人気がありますよね。まあその2つ3つぐらい組み合わさっているクロスバイクですから、売れないわけないでしょみたいな感じになっております。今本当にこういったスポーツ系の自転車っていうのはもう品不足になっておりまして、11月か10月ぐらいに注文したものが結構早めに入ってきてくれて、こう感激しているみたいな状況で、これまた売れて次お願いしますってこう気軽に注文しても、次いつ入ってくるんだろうみたいな感じになっておりますので、まあ、もしもこの動画見ていただいて気に入られた方はですね、まあ、早めに近くのお店ですね、販売されてるお店見つけて買われた方がいいと思います。本当に春の新生活に向けて自転車が必要と思われる方は、まあ、この自転車に限らずなんですけども、本当早めに動かれてくださいね。ということで、まあ、今回の自転車見ていきます。まあ、ミストラルといえばのアルミのフレームですね。このボコボコボコってした溶接の跡がアルミの証拠なんですよね。ジオスジオスってこうミストラルとか入っているこのままイタリアブランドっぽいところですよね。まあ、こういうところが人気の秘密ですね。フロントフォークは黒森ですね。鉄のちょっといいやつって感じですね。カラーは3種類。もう泣く子も黙るジオスブルーとブラックとグレーが用意してあります。僕はもうジオスブルーとかいうですね、もうそういう言葉に弱い人間なので、年に一度作られるミストラルの限定色でこう違う色を仕入れることはあるんですけども、自分で仕入れたものに関してはもうこのブルー以外こう仕入れたことがないっていう、ちょっと頑固な部分があったりするんですね。何の話か分からなくなりましたね。フレームサイズが430、480、520の3種類、155センチから185センチの方まで対応できるという形になっております。重量が520のサイズで 11.6キロ。でここからはもう島のパーツのオンパレードということになっておりますので、覚悟しといてくださいね。ボトムブラケットが BBUN101、 ギアクランクがターニーグレードですね、 TY501 で3枚のものになってます。端数は48、38、28、クランクの長さは170、フレームサイズに関係なくクランクのサイズは170ということになっております。ギアクランクに関してはこれもいつものミストラルと一緒ですね、こうカバーがついてない状況になってます。通常のズボンとかで乗られる方は裾挟んでしまったりみたいなトラブルも考えられますので、そういった方に関してはこのカバーが本当簡単に取り付けれますので、交換自分でやってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。そのやり方に関してはミストラルの動画の中でやってますので、ぜひ見てみてください。ブレーキレバー、シフトレバー一体型のものですね。アセラグレードのものになっております。フロントディレイラーターニー、リアはアルタス、ギアももちろんシマノさん、8枚のもので端数は11丁から32丁、なので 3×8 の24段切り替え、クロスバイクでいう、 こう一番一般的な段数ということになりますね。ブレーキは油圧のシマノさんのものが使われております。まあ、油圧のディスクブレーキ、軽く握るだけでこうしっかりブレーキが効いてくれて天候にも左右されない、今めっちゃ人気がある注目されているブレーキということになっております。しかもシマノさんっていうのが嬉しいんですよね。ホイールもシマノさんですね。 WHRX010 になってます。本当ここまでシマノにこだわっているクロスバイクっていうのなかなかないと思いますよ。タイヤは 700×32C のケンダさん、結構太めなのでクッション性がいいタイヤってことになると思いますし、溝もしっかり切ってありますので、いろんな道が走りやすい全天候型のタイヤということになると思います。ハンドルバーの長さが540、ステムが90ですね。これに関してもフレームサイズ関係なくこのサイズのものが使われております。でジオスさんオリジナルのサドル、シュッとしていながらも座りやすいクッション性のいいサドルっていうものが使われております。ここまで徹底的にシマノさんにこだわったクロスバイクの価格66,000円ということになってます。すごいな本当。
20年モデルと21年モデルの違いに関してはこちらのチェーンの品番が変わってますね。グレード的にはですねそんなに変わりないと思うんですけども、チェーンが変わっているという感じです。そしてミストラルのアルミのフレームはですね4種類バージョンがありまして、通常のミストラルでディスクのワイヤー引きバージョンと、残り2台は油圧のディスクのリムがアレックスリムかシマノリムかっていうことになっております。通常のミストラルとこのミストラルディスクハイドロリックシマノホイールとの違いに関しては、価格が6万6000円か5万1000円かということで1万5000円の違いで、ボトムブラケットにまあブレーキがシマノの油圧かシマノの V ブレーキか、そしてまあブレーキが違うことによってこのホイールがですね油圧対応のすっきりしたリムなのか、 V ブレーキのためのこうゴムの当たる部分が作ってあるリムなのか、その違いが出ております。でタイヤがですねこちらは 32C のケンダさん、通常のミストラルは 28C のケンダさんなので 4C ぐらいこっちの方が太い、通常のミストラルの方が細いということになりますので、乗り心地がですね結構違うという形になってきますね。こちらの方が柔らかく乗れる、通常のミストラルの方がキビキビ乗れるっていう感じですかね。まあもちろんこちらを細くしようと思ったらできますし、通常のミストラルも太くしようと思ったら太くできるっていう感じにはなってますね。あとフレームサイズなんですけども、通常のミストラルにはフレームサイズ400-150cm から 160cm の方が乗れますよっていう、こう小柄な方も乗れますよっていうサイズが用意してあります。カラー展開に関してもミストラルディスクハイドロリックシマノホイールに関してはブルー、ブラック、グレーの3色、通常のミストラルに関してはホワイトを足した4色展開ということになっております。街乗りしか使わないっていう方に関してはもう通常のミストラルでもう全然いいと思います。良すぎるぐらいの価格設定とパーツ構成、まあ、コスパめっちゃいい感じになってますし、超中距離もこういった自転車で遊びたいっていう方に関してはやっぱり上のグレードの方がいいのかなっていう感じですかね。そして、まあ、ディスクブレーキ3種類の違いですね。メカニカルディスク、ワイヤー引きのディスクか、ハイドロリック、この油圧ディスクのシマノバージョンか、アレックスバージョンか。まあ、これの違いに関して言うと、アレックスリムか、シマノリムかの違いに関しては、もうその名の通り、こうリムの違いだけっていうことになっております。ただ、それによって、やっぱ重量が変わっておりまして、アレックスリムのやつに関しては 11.7kg。こちら 11.6kg なので、100g こっちのが軽いっていうことになってるんですよね。やはりその分リムの性能に関してはシマノさんの方がいいのかなっていう感じですね。まあ、価格も7000円違うんでその分こっちの方がいいのかなって気もするんですけれども、ただしアレックスリムに関しては今これまた市場で注目されているチューブレスレディといってですね、通常の自転車ではタイヤとチューブで構成されている部分がタイヤだけになって、その他バルブやリムテープにタイヤとかあとシーラントとか揃えてあげるとタイヤの転がりも良くなってパンクもしにくくなるっていう仕様に変更することができまして、通常はリムが対応してなければリムがそのチューブレスレディに対応したやつに交換しないといけないんですけども、アレックスリムに関してはそのチューブレスレディに対応したリムということになってますから、通常よりも安価でそのチューブレスレディに変更できますっていう仕様なんですよ。買った自転車をまあここまでお金かけたくないけどちょっとパワーアップさせたいなみたいな方にはめっちゃこう嬉しい、まあシーラントを半年に1回ぐらい交換しないといけないっていう手間はかかる部分あるんですけど走りは変わるんで、まあどっちがいいですよって言いにくい違いっていうのがあります。もう一つあるメカニカルディスクとこのハイドロリックシマノとの違いに関して言うと、意外とブレーキだけじゃない違いがありまして、まあ、価格的に言うと5万6000円と6万6000円で1万円違いで、リムが違う、グリップが違う、まあ、もちろんブレーキがシマノさんのワイヤー引きのディスクかシマノさんの油圧のディスクかっていう違いがあります、まあ、シフトレバーもですね、こちら油圧対応のシフトレバーなんで、これがワイヤー引き対応のシフトレバーに変わります。タイヤがこちらケンダさん、メカニカルディスクのやつに関してはビットリアさんですね。 700×32C、 太さに関しては変わりませんがタイヤのメーカーが変わります。サドルもジオスさんオリジナルのものからベロさんのサドルに変わったり、まあ、シートポストペダルまで変わるということなので、ブレーキだけじゃなくちょっとした見た目も変わってくるっていうのが
メカニカルディスクか油圧ディスクかの違いということになってきてます。まあ、これに関しても、まあ、ブレーキの効きで言えばやっぱり油圧ディスクの方が効きますので、乗って楽なのは油圧ディスクの方ということになるんですが、メカニカルディスクの方に関してはこれまたリムがアレックスリムということでチューブレスレディ対応になってるんですよ。なのでいやーこれまたどっちがどっちって言いにくいなって僕個人は思ってます。走りの部分だけで言えばやっぱりチューブレスレディが僕は今のとこ好きなので、今のとこですよ、将来変わってるかもしれませんけどね、好きなので、あーどっちがいいって言われると困るみたいな感じです。以上のように見てきました、ジオスさんミストラルディスクハイドロリックシマノホイール、ほんと長い名前ですよね。まあ、とにかくここまでシマノさんに徹底的にこだわって作ったクロスバイク、しかもシマノさんの油圧ディスクということで、2週間に1回の空気の増し入れして乗っていただければ、たまにこうメンテナンスしながら乗ると本当トラブル少なく楽しく乗っていただけるんじゃないかなっていう気がします。タイヤもですね 700×32C ということで結構太めだからですね、街乗りだけじゃなくてちょっと荒れたような道でも走らなきゃいけないとかいうことがある方にとっては嬉しい仕様と思いますね。ちょっとぐらい手洗い乗り方とかするような方にはやっぱこのぐらいの太さあった方が使いやすいような気はしますね。してほしくはないですけどね。まあ、クロスバイクっていう範囲で考えればもう一番こうオールマイティどこでも使えるような形の自転車がまさにこれかなっていう気がします。